どうも、バンです。ですね、パーンプのね、R チャンネルが音出ましたよ、ちょっと。ちょっとやってみますよ、R チャンネル。これ、L ですよね。R ですよね。やってみますよ。音出たよ。ところがですよ、L チャンネル。おい、今度は L チャンネルの音が出ない。R チャンネルが壊れたんですよ。で、今何をやったのかというと、ですね、リレーです。ね、リレーの接点にエレクトリッククリーナーかけました。そうしたら、今度は L チャンネルが壊れて R チャンネルが生き返ったっていうね。リレーやん、結局。ちょっとリレーをお見せいたします。これがね、リレーですね。これ電源入れた時にカチッって言うんですよね。で、これね、なんかね、L チャンネル、R チャンネルの音が出ないというような、症状、パワーアンプの症状で、リレーの不具合ってのがね、あるみたいなんですよ。で、まあ、ダメ元で、このカバー外して、で、エレクトリッククリーナーかけたら、こんな状態になったんですね。で、要するにこれ交換すればいいんですよね。要するに。ちょっと、交換か、ってとこですね。まあ、交換すれば確実に治る。おそらくね。でももう一回ちょっとエレクトリッククリーナーかけたら、R チャンネルと L チャンネル両方復活できるかもしれないですよね。ちょっとやってみます。ちなみにこれカバーね。カッターナイフでちょっと爪を切って、で、無理やり外したんですけどもね。はい、こんな風にしてね、カバー外れます。ね、型番はね、JQX14FC2Z っていうね、何ボルトかな、12ボルトかな、24ボルトかな、25ボルトかな、5アンペア25ボルトなのかな。で、ちょっと、爪がね、2箇所あって、通電してないよね。爪が2箇所あって、この接点を、で、ここの爪とここの爪を、半分 こっちが割りました。まあ、あとはね、なんとでもなるんでね。とりあえず外したんですけども、リレーにエレクトリッククリーナーぶっかけただけでこんなことになってしまいました。もう一回ぶっかける？どうする？ねえ、ちょっとやってみましょうか。はい、こんな感じで、雑巾下に置いて、んで、ぶっかけます。もう一回、ちょっとこの辺ね、この辺ちょっとやってなかったような気もするんで、ちょっともう一回やります。はい、こんなんでどうですかね。ちょっともう一回通電してみます。はい、でもそうしましたら通電してみます。パイロットランプ入ったね。そしたら、R チャンネル。R チャンネル。音出る。よし。L チャンネル。でね、おい。あれ？リレー。押してみましょうか、ギュッて。ちょっと通電しながら。はい、こちらのリレーなんですけど、今通電中です。一回電気切ってみます。リレーがね、動くはずです。いきますよ。ほら。動きましたでしょ？通電します。ほら。で、これでね、接点が
おかしいんでしょうね。でもな、ここギュッてやったらあかんよな。感電しそうやな。まあ、いやいや、感電はしないかな。ちょっと考えます。一旦カット。はい、感電しない。竹の棒でね、竹って導電性だっけ？竹は半導体かな。電気通すかな。竹でグイッてやろうと思ったんですけど、ちょっと危ないですね。割り箸にしましょうか。ね。で、今これ、音、出てないですね。じゃあ、ちょっとこれで、ギュッて押してみます。今ガリガリって言いましたね。 R チャンネルも死にかけてるやん。はいはい、分かってきました。ね、この接点の上の方が R チャンネルですね。ということは下が L かな。ちょっとグイッてやってみましょう。両方のチャンネルが出ました。まあこれ L です。そしてまあこれ R です。治ったぜ。これでいいのか。治ったね。接点復活剤じゃない、エレクトリッククリーナーで治りましたね。やったぜ。はい、というわけで、アンプの片方のチャンネルがガリガリいうような症状が発生したら、こういうリレーをね疑ってみるというのがいいかというふうに思いました。まあ、もしねまたガリガリいうようであれば、まだエレクトリッククリーナーをかければいいかなとは思うんですけども、まあリレー交換ね、すればいいっていうことですね。リレーはね、代用品がいくらでもあるんで、まあそんなに、修理もね、難易度は低いですね。やったぜ、治ったよ。はい、本日以上です。ではでは。